場所だ。じゃあオイラは旅に出るから。キリト、この花。ん？ルミナシアよ、青いバラに効く薬草。ああ、これでアリスを助けられるのか。早速摘みましょう。青い石のところに多く咲いているわね。待て、セルカ。青い石に近づくな。どうしたの？ルミナシアは季節の花なんだろう。ええ、夏にしか咲かない。この辺りが特別暑いというわけじゃない。なら気候の問題とは考えがたい。おそらく自浄作用。自浄作用？アドミニストレーターは世界を歪ませ改変している。その矛盾を打ち消すために何か対策をしたはず。この青い石は本来世界に存在してはいけないものだとする。季節外れのルミナシアはそれを消すためのものかもしれない。分かりにくいから結論から先に言ってよ。この青い石が青いバラの毒そのものかもしれない。え？ルミナシアが青いバラの解毒成分を備えている意味もそれで説明がつく。アドミニストレーターはこの石が別の地域に広がらないようにしたかったのね。だからここではルミナシアの種が季節外れでも発芽するよう設定したのかも。どうしてそこまでするの？どうしてだろうな。もっと情報を集めないと。ルミナシアは摘まない方がいい？青い石から遠いものを数本摘んでくれ。あとは残さん。分かったわ。この青い石どこから来たんだろう。小川から流れてきたみたいに見えるわ。流れを遡ってみよう。切り立った断崖、鳴り続ける切り裂くような風音。どうやらここが風切り鬼の語源となった場所のようだな。風音に混じって土音がしてきたぞ。こんな山奥で。小川の水の色が異常に青さを深めている。青い石も転がってきている。これってどうやらこの先で青いバラの元凶が待ち構えていそうだな。悟られないように近づくぞ。うん。
と、あの青い塊って地金だ。金属製の武具を作るための素材。崖から青い原石を掘り出し、地金に変換して鉄槌で叩いて武器に仕上げている。あんなにたくさんの武器をどうする気？少なくとも売るつもりじゃなさそうだ。だったらどうするつもり？カウルが言っていたろ、黒嵐に刀傷があったって。ここはもともと黒嵐の生息地だったんだろう。あの怪物たちが追い出した青い武器を使ってな。奴らの目的は間違いなく戦いだ。もっと武器を増やしてどこかに侵攻するつもりだろう。ルーリットの村を攻めるつもり？可能性はあるな。あの怪物に青い技がある。今にも死にそうだ。あの怪物だけじゃない、大勢が青いバラにかかっているわ。あいつはイルファンクザ・コボルトロード。キリト、あいつを知っているの？あいつとは違う世界で戦ったことがあるんだ。セレカには怪物の王の方が分かりやすいかな。ん？怪物の王の持つ短剣が光った。何かするつもりか？見てキリト。ああ、病人の技が消えた。どうやらあの探検はステータス以上の除去効果を持つようだな。ステータス？ああ、いや、毒消しって意味だよ。自分たちも毒にかかっているのに、そこまでして作らないといけない武器なのかしら。おそらくあの青い地金を使って製作された武器には強力な毒属性がつくんだ。あのアリスさえも侵された猛毒だ。数を揃えられたら手に負えない。行動に封じ込められて生きてきた我が一族にも繁栄の時が来た。人間を殺せ、立ち上がれ。ダークテリトリーの魔物なのとは考えがたいな。行動に封じられていたようだし、あのでかいやつ、もしかして神獣なのか？それは何？あのアドミニストレーターも討伐しなかった強大な魔の存在。まずい、こっちを見た。隠れろ。愛されているな。一旦戻ろう。ここまで来れば大丈夫だ。これからどうするの？もう少し情報を集めたら撤退する。あいつらを放っておくの？今回の任務の最終目標は感染源の特定。達成できたの？だから山を降りてカーディナルに報告する。今なら武器は少ない、でも時間を与えたら人海に侵攻してくるな。だったら今倒さないと。召喚結晶は託されているから、ここで戦う選択もないわけじゃない。なら、カーディナルから任務遂行が危うくなれば撤退しろと言い渡されている。そしてアリスが倒れた。その時点で遂行は危うくなっていた。キリトはこう言っているの？私じゃ姉様の代わりになれないって。あ、キリト、私ね、姉様が去ったあの村で来る日も来る日も神聖術の勉強に明け暮れたの。姉様みたいに何でもできる才能はなかった。
当然失敗もしたわ。村の人たちは何も言わなかった。でもね、目がこう語っているの。ああ、アリスがいればうまくいったのに、妹の方じゃダメだなってね。セルカ、ユージオが洞窟で大怪我をした時、キリトは私に治療を頼んだじゃない。無理よって尻込みをした私にキリトは何て言った？無理でもいい、やってみるんだ、そう言わなかった？確かに言ったな。私は姉様の後を継ぎ、ルーリットの村を守ると決めた。私は姉様にはなれない、なれるはずがない。私には無理かもしれない、でもやらなきゃって思う。ユージオを救ったあの時のように、今度はみんなを救うの。そうすべきでしょ。違う、キリト、ここであんたが尻込みをするなら私が言ってあげるわよ。無理でもいい、やってみるの。そうすべきなのは分かってるでしょ、剣士キリト。俺が間違っていたよセルカ。やろう、そうすべきだ。よろしい。姉様の前で臆病剣士と呼ぼうと思ったけど、勘弁してあげるわ。それは本当に勘弁してくれ。で、どうするの？召喚結晶を使い援軍を呼ぶ。希少な結晶だから負ければ後がない。絶対に勝てばいいのよ。俺だって負ける気はないさ。さあ、始めるとするか。